はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。イース8、では続きをやっていきましょう。ちょっとまあ前方にある水晶石と共鳴をしているので、まあ、ちょっとこの水晶石に触れましょう。お、なんだなんだ、光を放って、どうなったそれで。おう、どうな。今のは予知、それともただの夢。もしやアドルト。燃えるような真っ赤な髪、あの人は誰だったんだろう。アドルと共有するようになったか。ダーナ、起きているのか。てかこの姿で寝てたのかよ。うん、入ってきて大丈夫だよ。寝づらいことこの上ないだろう。赤毛の剣士、巫女様の方だと話が早いね。一応なんか3つ調べるポイントがありますね。巫女のための書架がある。ああ、こっから抜け出せるのね。これは祈りの祭壇。で、これがベッドか。まあ、ちょっと大きめのベッドですね。クイーンサイズ、キングサイズは多分ないと思うんだよね。クイーンサイズくらいのベッドかな。まあさすが巫女様といったところだ。じゃあとりあえずアドルのいたところを目指せばいいんだけど、ちょっとまだ地形的なものが分かんねえかんな。多分ね、上じゃなくてね、下の出口から出ると思うんだよね。これはちょっと相変わらず分からん。でレベルは60のまんまか。強いね、さすがに。剣士がいたのは裏街道の外れだった。山門を登って東に抜けるのが近道かな。なるほどなるほど、全然わからん。山門がどこだよまず。ここだし。あれ、これ以上上に行けない。まあ普通に外に出るってことはこっちだよね。
子様。おお、ドランじゃないか。もう一人なんだっけ。ラステルか。あ、こいつの父親がドランだったんだ。部下たちの笑い者とか。まあ息子がねめちゃくちゃ強ければそんなことにはならないけど、息子の出来次第ですね。でも大体こういうキャラってさなんか死亡フラグが立つんだよね。野生の竜種。まあ確かにね、ダーナむちゃくちゃ強いからね。アドルより強いからね、今60レベルっていう。こいつにちょっと話しかけてみよう。ティティスサンド、これは何。おとなしい装飾の顔はちょっといかついけどね。手を出さなければ大丈夫でしょう。取れるものはちょっと取っていきましょう。小さな葉。おわ、ちょっと右でし。あれ、これ手に入れたもんってどうなってんだ。あ、こいつ敵か。わかりづれえな。あ、まだ生きてたか。敵は全て殲滅する。これは、あ、これ結構強いな。この技、三角技が強いね。あれ、どこにいる。こいつがすげえ分かりづらい。単なる草に見えるからな。これ40使うんだよね。普通の攻撃だけで全然落ちていけるな。まだこっちの方か。あ、何かあるじゃなくてさ、前方のこいつだよ。55レベル、俺の方がレベル高いな。ちょ、これ使おう。これを使ってぶちのめす。おらおら、どうだ。押せ押せ、いて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 。おーっと、やばいやばいやばい。覚醒しよう。逃げろ。よし、なるべく早めの回避をと思ったけど、大丈夫か。いけるはず。よーし、強獣の顔か。結局行ってあんまりな、回復は使いたくないからな。しまって回復するか。あ、回復するね。まあやっぱり道具は貴重だからね。ちょっと時間はかかるけど、このまま待機して回復させましょう。1500くらいになったらもう先進んじゃっていいかな。ダーナは強いからね。巫女様ってなんでこんなに強いんだろう。1400。よしと、そろそろ行こうか。よし、行こう。この毒がな、毒になったらさ、自然回復しかなくね。直す手段って、この上がいけそうだな。あ、何かあるよ。よし、宝石を取って。てかさ、取る意味あんのこれ。ダーナって、あ、そっか、ダーナ2段ジャンプできるんだ。いったー。重いやろ。あ、まだ生きてるか。チョコ材な。
いいなアドルも早く二段ジャンプできるようになりたいな。ナスピ、お、果実マジ貴重だ。こっちの方にはなってないか。あれ、こっち行けない？水路。お、なんだ？え？え、直してみよう。おお、すごいね、履力。てか、ここがどこだかわかんねえの。え、なに？エタニアクエスト、忘れ去られた水路を達成したって。マジ全然わかんねえんだけど。え、これを達成したから、もしや現代にも影響が起きてるとか。これはぶっ壊すか。まあこのまま進んでいきますか。アドルに戻った時、じゃあここを覗いてみよう。もうここがどこだかわからんけど。とある街道。え、そんなとこあったっけ。すげえ階段だな。人がいる、人が。ここを西に進んだあたりだね。なるほど。とにかく行ってみよう。裏街道。あ、裏道なんだこっち。西ってことはこっちかな、地図の方角的に。まあ昔と今ではね、地形が変わってるところもあるんで。王とアイギアス、多分ねこっちの方だと思うんだよね。ああ、イベントポイントがありますね。果実、美味しそうではないよな、どう考えても見た感じ。あ、ここか。で、ここに来てからどうすんの。いるわけ。まあ、そりゃいないよ。アドル・クリスティ。名前は知ってるんだ。変わった響きの名前。でも嫌いじゃないかな。名前だけで好き嫌いを判断されたらたまったもんじゃねえな。お、共鳴してる。近くにいるから。今の余地、色は分からないけどはっきりと。やっぱりあれはダーナ。あれ、これどっから来たの。何か分かったことは。そっち側道なくなかった。何をするつもりなのだ。ヒモロギの苗木ではないか。
なぜそのようなところに？先へ進めないで困っているみたいだったから。あ、もしやこれが成長して、一体何のことだ。木の枝が伸びるっていう、この苗木が彼らをアドルさんを導いてくれますように。そういうことか。え、じゃあ一番最初、南と北の渓谷のところに木がなかったのは、ダーナが一番最初に植えた木が成長したってことか。ボル、アドルに。あ、アドルはぶっ倒れたんだね。アドルに気がついたか。よかった。動かなくなったと思ったら急に倒れちまうから驚いたぜ。体調は大丈夫なのか。どうして僕は倒れたんだとどうしてって言われても知らんよそんなの。まあ大丈夫でしょう。そりゃよかった。アドルに、そこの不思議な石触って倒れた。木が生えているか。木はそこに生えている。どうした、目にゴミでも入ったか。お、あなたたち一体どうしたと。でかめちゃくちゃでか。ああ伸びてるね枝が。古代樹がまるで橋を渡すかのように。先ほどまでなかったはずだ。一体いつの間に。アドル兄がやったのか。いや、まあ、アドルっていうかダーナね。すみません、アドル。理解が追いつかないのですが、とにかく、ダーナさんの行動が関係しているということですね。これを見ちまうと、信じないわけにはいかねえな。ええ、確かに。もしかすると、大峡谷と同じ現象なのでしょうか。ほらほらほら、やっぱりそうだよ。なんだっていい。道が開けたのであれば好都合だ。アドル、先へ進むぞ。よし、行くぜ。あれってかこれ色違くね。このマップ上のなんかちょっと赤い感じになって、いつも青くなかったっけ。まあいいや、とりあえず先へ進みましょう。いやすごいね。それにしてもこの木の形、本当にわしらを導いてるみたいだな。ダーナさんの祈りが通じたということなのでしょうか。よくわからん。でもよかったな。お、とうとうアイディアスに入ったな。エタニア王都遺跡。敵は今のところ見当たらないね。ヒモルギの苗木。中もボロボロ。意外と大きな建物ですね。何かの施設でしょうか。こっち、お、宝箱がある。扉には鍵がかかっている。おいおい、生きてえ、宝箱が。なんてことだ。なぜ先へ進めないのに宝箱があるってわかるんだ。これ地図にだって書き込んでるんでしょ。
お、イベントですね。まあ見渡す限り、まあ古代史とかそういったのは見当たらないから。なんか見えたか？道中も見えちゃいたが、こりゃ思った以上に広い町だな。ええ、もはや都市といっても過言ではありませんね。まあ、オートだからね、一応。建物すっごく高い。リコッタ、こんなの初めて見る。ラクシャ姉の住んでたところ、もっとすごいか？いや、どうでしょう。エレシア大陸にもここまで立派な建物はそうないかもしれません。大昔の遺跡であるにもかかわらず、なぜこのように高度な技術が。父上、ここにいるか？その可能性はあると思います。本当か？ええ、探検家ならこういう場所を放っておかないのではないでしょうか。よし、早速父上を探しに行こう。あ、こういう時でもね、女性の気持ちを汲む。たとえそれが子供であったとしても。まず街を回ってみましょう。どうした、ヒュンメル。アドルニー、広いところに来た。ここは確か位置が立っていたと言っていましたよね。なるほどな。え？ていうか会話の途中だし。え、何？お、人影。行くぜ。あれ、また？そうやってさ、会話してる間にもっと走れよ。で、こっちか。ダーナとの意識共有。このまま、てか、ちょいちょい起こるね、イベントが。なんか去ってったんだけど。敵だと思われたかな。いやー、だって人がさ、絶対いないって思ってるからね、向こうは。そんなところにさ、5人くらいの人が現れたら、それはちょっとビビるよ。え、あいつらなんだみたいな。破壊された後か。確かに、まあ、なんで滅びたのかっていうのはめっちゃ気になるけどね。左側に、これもいけないやつかな。レリーフが刻まれた扉は固く閉ざされている。まあしょうがない。で、こっち。あ、今いたね。あ、いるいるいる。いや、完全に誘い込まれてんな、これ。この中に入れば逃げ場がないのはこちらも同じ。
気配はする。気を感じるんだ。スカウターがあればね、ピピピピピって戦闘力200みたいな。ふざけんな、鍵がかかってるとか。こっちもあるね。あ、これプレゼント品なんだね。多分あのマークはプレゼント品だな。誰にもあげてないけど、まだ。これはこっち側、これ何、なんか謎の物体だな。2階に上がりますか。ん、ここ、お敵か。なんだこいつら。一掃する、怖っ。ふんふんふん、雑魚か。めちゃくちゃ弱かったな。うん、確かにね。おお、なるほどなるほど。え、そんな感じした？普通の人間と同じサイズだと思うんだけどね。おお、確かにちょっとでかいよな、全体的に言われてみれば。全然気づかなかったけど。この宝箱は普通の大きさ。てかこれ普通の大きさじゃね？椅子とかは。ベッドだってこのままアドルが普通にペッて寝れば、まあ、普通の大きさだよな。え、なんなんだ、まあ、とりあえずここはもう出るしかないかな。まあ出てみよう。いなかったからね。あれ待ってんじゃん外で。ぎゅうぎゅうと歩いてやがんな。てかこいつタナトスじゃないの？リコッタ何にも言わないけど。リコッタが何にも言わないってことは違うってことか。ん？どうなのリコッタちゃん。こっちの方に行ったのかな。ちょいちょいイベントを挟むね、ここに来てから。見覚えがある。ここは、そう、これなんて読むのかわかんないけど、忘れちゃったけど。ストゥーパ、そうそうそう。いや。このままじゃあ中に入っていきますか。うん、完全に機能はしてなさそうだね。もうなんか風化してる。見た感じ。
人が現れる前っていうその人っていうのがね、どういうあれなのか。いや、この世界はあれなんですよ。その一番最初は翼を持った人種がいたんですよ。有翼人っていうんですけど、そいつらも含めての話なのか。でもそこら辺の設定とかね、なんかごちゃごちゃになっちゃってるからね。もう20年以上続いてるシリーズなんで、初期の設定ともうなんか噛み合わないところとかがいろいろ出てきてるんですよね。ああ、ここはあれか。あ、でもなくなってるね。行くぜ。ここはあの突っ走ったところっすね。なんで巫女様走ってんだろうって言ったところだ。でもその先には水晶石は残ってるけど、建物が完全になくなってる。おお、これはすげえことになってんな。橋なくなってる。それもそうだが、またしても後ろにいるじゃん。あ、やばい。そんな、確かにこちらへ逃げてきたはずです。落車が人質に取られる。動くな。全然ちげえし。なっとらんのお前たち。しびるかと思ったぜ。こいつはビビってばっかりだな。あなたは？わしか。わしはの父上。いや、やっぱりそうなんじゃん。父上。いや、自分のさ、父さんだったらさ、まあ、父さんじゃないけどさ、ある程度遠くでもわかるでしょう。いいな。でもリコッタと抱きついてるよ。うらやましい、うらやましい親父だこいつ、このロリコン野郎め。リコッタの父上にして探検家タナトス・ベルダイン、その人じゃ。思ったよりご年配の方なのですね。してお前さんたちは。こいつもあれかな、漂流村に参加するのかね。なるほど。この島には絶望的な状況しかない。なるほどね。一理あるな。なるほど。あんたがT、タナトス・ベルダインか。どうやら間違いないようだな。届け物。
ブツを確認してくれ。あ、やっぱりヒュンメルはこいつに会いたかったんだね。ピクルス、俺ピクルスね大っ嫌いなんですよ。ハンバーガーもねいつもねピクルス抜きで頼んでますね。図面、ああなるほどなるほど。わしの大好きなピクルスとついでに船の設計図をセイレン島に届けてくれ。タナトス・ベルダイン。めっちゃ単純だな。届けてくれって。ヒュンメルすげえな。こいつの仕事意識プロだな、まさに。報酬として宝石が入っていた。報酬を受け取った以上契約は成立だ。迅速にかつ的確に届けなければならない。いやはマジプロだわこいつ。こいつは天然だからね。てかあれじゃん。そうだよ、船の設計図があんじゃねえかよ。ピクルスのことかいとか超どうでもいいし、設計図のことかい。いや、それは仕事だからね。ほらほらほら、運び人が依頼人や荷物の情報をバラすわけにはいかない。信用が第一だからだ。まあ確かにね、古代史をどうにかしないといけないからね。おお、設計図くれるんだ。いいんですか。確かにみんなで脱出しないといけないからね。いやでもタナトスも参加してくれるってなるとかなり心強いね。いや待って待って待って、もうちょっとここは調べたい。ああ寺院ね。何かを知っているかタナトス。南大樹の寺院。何か知ってんの。まあどうせ自分で見ろとか言ってくるんでしょ。ほらほら、なるほど。ちょっと地図を確認すると結構遠いね。こっから、あでもこのまま普通に下に行けば行けそうだね。というところで、じゃあ
無事タナトスとも合流して、まあ、次はジーンを目指すことに、なりましたので、まあ、次回やっていこうと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。